ドイツへ到着しました。ここはもうホテルです。すごくなんというか優雅な感じですかね。すごく広くて自然がたくさんで、まあ、少し思ったより暑いなと思ったけど、でも爽やかな風を感じつつ、これからドイツでこの子と一緒にライブサイン会頑張りたいと思います。市場が超可愛い。
私はそれをやってる時が一番楽しくて、なんていうのかな、それでこう全然時間がないとか忙しいとか、まあ、大変だなと思っても、それは自分のやりたいことをやるからね、自分の好きなことをこれをやってることだから、そのなんていうのかな、そういうこうお仕事で苦しいみたいな感じは全然なくて、そうですね、でも本当に自分の好きなことしか逆にやってないかもしれない。音楽もそうだし、ファッションもそうだし、自分の選んだものをやってるから全然ですね、逆にすごく楽しいし、たくさん CD を出せること、あと海外でたくさんライブをできることは本当に嬉しいし、どんどんやりたい、もっとやりたいし、もっと忙しくても全然いいと思ってるいます。Da sehen, kommen wir zu den vielleicht Hungercats Deutschlands von morgen. Aus über 500 Einsendungen. Einen großen Applaus! Bitte, 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 bitte. どこで？ケルン大聖堂のカロザリアで。今からお食事なのでちゃんと着替えてきたの。そんなものまで。でもシャンパン少しだけ飲みたい。乾杯。乾杯。
もうやめて。ちょうど日差しをカットされてる。タイトなスケジュールでやってた。なんかもう全然時間がなくて、カフェで写真を撮りたくて、コーヒー頼むから写真撮らせてろって写真を撮ってもらったのが、あのジャケットのコーヒーのカフェ。Bye.
song is Last Song. ありがとうございました。では聴いてください。消せない罪。